れが始まりだ。親父さんはメネンデスと戦い、メネンデスは復讐を誓った。何十年越しのな。メネンデスは危険だ、飛んだ怒り野郎だったのさ。イカラクアで物を売って資金を蓄えた、引き継いだのさ。CIA に捕まった親父を、奴はアメリカを憎んでいた。俺たちが中東で騒いでたら、ロシアと中国が仲良しになっちまってな。で、政治家どもはこれをイデオロギーの問題にしようとしてるが、冗談じゃねえ、デタラメだ。レアースエネルギー、世界はこいつで回ってる。牛耳ってるのは中国さ。アメリカ企業が中国に媚びを売ってる間、謎に包まれた組織コルディス大は今や拡大の一途をたどり、イランと北朝鮮で同時にデモを起こすほどになっています。素顔は見せないため、コルディス大の本当のリーダーが誰かは分かりません。分かっているのはオデュッセウスという名前だけ。オデュッセウス、ふざけるな。ラウルクソったれメレンデスさ、マヌケめ。ジェイソックには話したんだがな、ドローン競争が始まったからな。おい、冗談だろ。自分の軍隊をこしらえるのに中国が独占してる資源を使うのかよ。喉がクソ。ソーダをくれ、ナースの棚にある。ダイエットじゃないやつな。中国のチェン首相はコルディス大がリークしたメモに激怒しています。ホワイトハウスがサイバー攻撃を企てているというのです。これまで多くの悪事を握りつぶしてきたアメリカ政府だが、今回は無実だ。誰も信じないがな、奴らのネットワークを潰した。その2日後、 FBI の長官が生きながら焼かれた。そして今、何億もの人が奴が救世主だと信じてやがる。奴が救世主？違う。とっとと奴を始末しないと、悲劇が起きちまうぞ。は大量の紙幣を隠してたらしい。キューバ人、エリート兵、最新技術。コルディス大の支持者ってどんだけいるんだ。10億人か。20億ってところだ。まさか指導者がテロリストだなんて思っても見ないだろうな。真実を知ったらがっかりだな。間違いない。メネンデスが何を隠してるか確かめるぞ。行けるか、ハーパー。勢いよく頼むぜ。チェーブレリンはごめんだ。表面に着艦の凹凸がある。しっかり当たろう。順調だな。いいか、よし、今度はそっちの番だ。よし、もう一回だ。崇高そうな響きだな。メネンデスは皆にそう信じさせたいのさ。実態は異なる。クロスビー、頼むぞ。
地下にまだ何かありそうな感じだな。クラーケン、こちらセクション。地上の施設を無事制圧した。これより副構造物の調査に向かう。よし、下がるんだ。 注意しろ、洪水で強度が落ちているかもしれない。
なんてこった。見てみろよ。上のはただの見せかけか。壁の厚みが数メートルはある。中では通信できないぞ。中に入る。提督に報告を。クラーケン、こちらハーパー。神殿の地下に科学技術系の施設を確認。至急、総統と周辺確保用の部隊を回してくれ。なお、施設に入り次第、通信はできなくなるからな。クラーケン確認。地上部隊を直ちに回す。到着予定時間は後ほど。サラザール、開けてくれ。敵の光学システムだ。後で分析に回そう。さっさと利用しな。姿を消すんだ。よし。くそ、やめ。 DSD かよ。正面の装甲が硬すぎるぜ。エリアを一掃しろ。安全だ。立体成形技術のラボか。武器の部品に装甲か、いろいろあるな。メネンデスの野郎、戦争でも追っ始める気か。ウッズも言ってたが、想像以上の財力だな。誰かいるぞ。武器開発に投資してたのか。
頼む、やめてくれ。よし、出てこい。このラボは名の知れたテロリストとつながってる。話さないなら痛めつけるまでだ。僕はエリック・ブライトだ。磁気測定の専門家さ。さあ言ってみろよ、メネンデスとの関係は。セレリウムを生成するためだよ。既存のマイクロチップ技術を時代遅れにしてしまう新しいレアメタルなんだ。信じてくれ。クレフ、守ってくれれば何でも話すよ。伏せろ、伏せろ。ロックシステムは2人で操作する必要がある。合図をくれ。来てくれ。量子エンタングルメント、この装置の処理能力は君たちアメリカの軍用システム全体を超えている。そういえばメネンデスがこいつを大規模なサイバー攻撃に使うんじゃないかって噂があったよ。何か名前が、そう、カルマ、サイバー兵器の名前なのかもしれない。メネンデスがセレリウムのワームでサイバー攻撃を始めてしまったらもう誰にも止められない。僕でも無理だ。ハーパー、支援チームの状況は？そう、あなたが！カーケン！こちらハーパー、支援チームの到着時間を教えてくれ。防御につけ！カーケン！さあ、返事がねえ。どちらにせよ、突破するしかなさそうだな。まだまだだぞ。チームだ。よく来てくれた。任務は達成したようだな。ご無事で何よりです、提督。お前もな、セクション。ヤツが何を計画しているにせよ、セレリウムが鍵です。よし、ようやくクソ野郎に一矢報いることができるな。楽勝ですよ、提督。やつは虚勢を張ってますが、結局はただの寂しがり屋の老いぼれだ。